目を覚まして、目を覚まして。誰だ、呼びかけてくるのは。どうか目を。私は一体何を。ダメだ、何も思い出せない。それに先ほどの声は。おい、そこの子は。我が名は王天狗。貴様、その身なりからして陰陽師だな。阿部の生命の居場所を知っているか。陰陽師、阿部の生命。うん、その陰陽師とは。それに阿部の生命とは。何を言っている。貴様のような大魔高魔の力を持った。助けてー。この声はあのやかましい山ウサギか。だとすれば奴も一緒に。しかし陰陽師とはいえ、人間のコアッパをここに置いていくわけには仕方ない。貴様も来い、コアッパ。え？いや、どうして私も。一緒に行く必要はないんじゃ。いいから一緒に来るんだ。貴様も無事に帰りたくばな。一緒に行くほか道はないか。あのウサギの声はこの辺りから。こっちだよ、早く助けておくれよ。オーティング様だ、よかった、助けて。いやー、ウサギナビにされる。我に挑むつもりか。いいだろう、後悔するなよ。今のは貴様の助言がなくとも我ならば切り抜けられた。だがその冷静に戦局を見極めるマナコと、我のような大妖怪に指示を飛ばす胆力、まるで生命のようであったぞ。はい、オーティング様は強いな。貴様も奴の元で力をつけていたのではないのか。それとこれとはまた別の話だよね、生命。あれ、生命様じゃない。あれ、いや、だから私は生命などではなくて、私の名は。そうそう、匂いは生命様っぽいんだけどな。どう思う？この子生命様っぽい。まったく、次から次へと。いや、待て、この妖力、まさかヤマタノオロチ。ヤマタノオロチに加えて無数の小妖、少し分が悪いな。
このままでは。コアッパ、貴様、陰陽師ならば式神を呼べるだろう。式神？それは一体。式神、それはあなたと共に戦う存在、あなたの力となる存在。あなたはそれを呼び出すことができます。この声、またか。さあ、私に続けて唱えるのです。リン、リン、ピョ、ピョ、ト、ト、シャ、シャ、カイ、カイ、ジン、ジン、レ、レ、ザイ、ザイ、ゼン、ゼン。救急如立寮、救急如立寮。あらあら、急に呼び出されたかと思ったら、生命様じゃない？何やらお困りみたいですな。桃のせいか。どうも、お天狗様。それと、うちを呼び出した、あら、白い髪、切れ長の目、高い鼻。ねえ、お天狗様、その子、生命様によう似てはりませんか？何をバカな。見た目も、そもそも年齢も違うだろう。ほんなら関係あらへんかしら。いや、せやけど服装が。陰陽師なぞ、みな同じ格好だろ。やっぱり関係あらへんか。そんなことはどうでもいい。それよりも、せっかく来たんだ、少し働いていくがよい。それは構いまへんけど。ではまずは傷を癒してくれ。はいな、お安い御用です。大義であったぞ、桃の瀬。いえいえ。あらら、また湧いたか。こうなったら片っ端から相手にしてくれる。さてな。だが、戦って切り抜けるしかないだろう。せやけど、うちら二人じゃ。モーバちゃん、こっちこっち、こっちにたくさん醤油が。いやー、なんかすごいの増えてるよ。ちょっと、話が違うじゃない、ヤマウサギ。モーバ、ヤマウサギ、手を貸せ。様らでもいないよりはマシだ。いや、でも、くー、もう、仕方ないわね。え？え？わ、私も？う、嘘でしょ？そうよ、山崎。う、いや、やってやるさあ、審判の始まりだ。始まりだ。これは邪神、すなわち私の意志だ。
世界はとっくに罪に溢れている。一体これは。あれはおそらくオロチの力の残滓。存在自体が不安定なのだろうな。しかしオロチを吸い込んだのはおそらく生命の呪符。なぜあんなところに。それはともかく、あのような芸当ができるのは生命くらいのものだ。しばらくは大丈夫であろう。安心だすね。にしてもこの子別人か。ようやっと生命様と再会できてこの世界から出られる思ったんやけどな。この世界から出る？なんや、もしかして自分がどういう状況か分かっとらへんの？それどころか自分のことすら。せやな。とりあえず見た方が早いやろか。この世界がどういうもんなのか。これがこの世界。不思議な光景やろ。平安京のようであって平安京やない。うちら今はこの世界元凶に閉じ込められてるんやで。雲外京の生み出した本来の世界とは別の次元、いわば新世界と言うべきかもしれへんな。先ほどの太陽ヤマタノオロチとの決戦の際、大きな力がぶつかり合った影響で術式が歪み、時空が歪み、ありとあらゆるものが三日三晩ほど混沌とし、再び一つに収束した世界。結果この元凶はいろんな因果が絡まり合ってみんな身動き取れへんようになったってわけやな。でその因果の絡まりを解けるのはかの天才陰陽師阿部の生命しかおらへん。だけどその肝心の生命様の行方がね。みんな探してるのに、もうどこに行っちゃったのよ。とにかくだ。だからこそのんきにしている暇はない。我はこのまま生命を探しに行く。コワッパ、もし生命が見つからぬときは貴様が我らの希望となり得るだろう。夢夢、精進を怠るなよ。じゃあねー、オーテング様。さて、ほんならうちらはこれからどないしましょうか。生命様。生命さん。あ、琥珀にヤオビクニ様。この辺りから生命様の気を感じたのですが。ようやく会えましたね。この声。そうです、生命さん。私はその生命とやらでは。ちょっと失礼しますね。確かに見た目は違いますが、気だけでなく匂いも生命様のものと同じですよ。なるほど、これはいろいろと説明せねばならないようですね。可能ならお願いしたい。その名は生命さんの妖名と本人から聞いたことがあります。そしてあなたが持っているセンスはかつて生命さんが愛用していたものです。おそらくあなたは阿部の生命本人でしょう。このお方が。先だってヤマタノオロチが都を襲い破壊の限りを尽くした際、陰陽師である生命さんと私たちはオロチに立ち向かいました。しかしオロチの力は想像以上に強大。皆の力とオロチの力がぶつかり合い、その影響で時間と空間が歪んでしまったのです。そして皆が時空の狭間に飲み込まれてゆくさなか、生命さんは自らの力の引き換えにオロチを辛くも封印することに成功したのです。しかしそのような状況で行った封印です。一時しのぎの不完全なものであった可能性は高い。いつ封印が解け
再びオロチが暴れ出したとしてもおかしくない状況なのです。先ほど王天狗たちと共に戦ったオロチの残滓とは。残滓、すでにそのようなものが。それは封印が解けつつあるということでしょうね。あれで予兆なのですか。封印が完全に解けてしまえば、都はおろかこの世すべてがヤマタノオロチによって滅ぼされてしまいますから。どちらにせよ一刻の猶予もあります。オロチを完全に払うことができる可能性があるのは安倍の生命であるあなただけです。とはいえ力を失った状態では無理難題この上ないことでしょう。ですからあなたにはなしてもらいたいことが3つあります。1つ、この都とウリ2つの元凶にて生命さんとゆかりのある地を訪ねるのです。生命さんの経験と記憶を追体験し、その記憶を呼び覚ませば力を取り戻せるでしょう。2つ、元凶にとらわれ散り散りになってしまったかつての仲間を再び結集させるのです。そうすればいかなる不測の事態が起ころうともすぐに対応できるでしょう。そして3つ、この元凶を抜け出す方法を見つけるのです。これら3つを成し遂げることができれば今度こそヤマタノオロチを払うこともできるでしょう。もちろん私たちも共に参ります。生命様じゃなくて。未だ状況は飲み込めてないが、記憶もなく当てもない身だ。わかった、どこまでやれるかはわからないけど、やるだけやってみよう。どのような姿になろうともあなたならそう言ってくれると思っていましたよ。では改めましてよろしくお願いしますね。多くの妖怪たち。俺に近づくと
トゲが刺さるぞ。みんな死んで。我が冒険、味わうがいい。神罪の連撃。その力を我に。